飯よりさんとの待ち合わせは奈良県のとある会社。ミシン早速ありましたよ。ミシンが好きっていうのはどういったところなのか、ミシンの音を BGM にして勉強するとか、なんかそういうのかなとかちょっと私睨んでるんですけれども、すいません。こんにちは。初めまして。初めまして。飯よりさんでよろしかったですか。はい、谷と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この方が3度の飯よりミシンが好きな谷秀樹さん。洋服作りや販売を行う会社の社長で、職場にたくさんミシンがあり、その魅力に取りつかれているそうです。失礼します。はい、おー、もう部屋ずらーっとミシンですね。そうですね、こんな感じでミシンがあります。これ全部同じミシンですか。これは全部、微妙に種類が違うミシンなんです。あんまりこれ私が知ってるようなミシンじゃないんですよ。そうですね。なんだろう、もっとなんか持ち運べたりとか。中田アナウンサーが想像しているのは家庭用ミシン。学校の授業でも使われていて、最近では刺繍も縫うことができるそうですよ。一方こちらは工業用ミシンって言って、はい、プロが服作りをするために使うミシンですね。そもそも寿命が違って、家庭用だと例えば10年間で買い替えたりとかされるんですけど、昔の工業用ミシンは寿命がなかったんですよ。一生使えるって言われてて、それぐらい強いミシンであったりとか、あとはその縫うパワーが違ったりだとか、1台でもう本当いろんなことができたりするんですかね。実はこのミシンはいわゆるただ縫うだけのミシンで、それ以外の特殊なミシンっていうのはたくさん種類があって、はい、工業用ミシンは家庭用とは違って特殊なものを含めると100種類を超えるそうです。洋服の一部分を作るための特化型で、その一つ一つの個性に魅了されているんだとか。服が出来上がるまでにいろんなミシンが使われてて、機械の使い分けをしてるのがすごい職人さんの知識とかノウハウで、それがめちゃくちゃかっこいいっていうふうに思いますね。ということで、職人経験がある谷さんのお姉さんに縫うところを見せてもらいました。おー、早い、すごい、あっという間に終わっちゃった。こちらは一番オーソドックスな本縫いミシン。ちょっと足元いいですか。はい、足元これ何ですか。あ、これは足で踏むペダルになってます。工業用は基本的に足で踏むんで、僕たちミシンって使うって言わなくて、ミシンに乗って踏むって言うんですよ。ミシンに乗る。日常会話でもミシン使ってるってあまり言わなくて、誰か乗ってるとか。へー。淡々と縫っているだけに見えますが、工業用ミシンの扱いは素人には難しく、中野アナウンサーが乗ってみると、お、すごい。これぐらいのスピードならいけますね。おー、最初は調子良かったんですけど、よれてきましたね。素早く綺麗に縫えるのは職人の技術があってこそ。続いて紹介してもらったのはロックミシン。お、早い、うおー、ちょっと何。綺麗ですよこれ。この縫い目どこかで見たことありませんか。これはかがり縫いといって、 T シャツの裏側など布の端がほつれないようにする縫い方。何。そしてこちらはハトメホール。インパクトのある動き方。おお、近未来の動き方。かっこいい。かっこいいでしょ。こういう気持ちいい。めっちゃ好きです。そうこちらも見たことありますよね。ジャケットなどのボタンの穴を開けるためだけのミシンなんです。初動の動きがこのガンダムの発進する前みたいな感じになってて、こういうの見るとそのミシン乗るっていうのが分かりますよね。分かります。コックピットみたいなイメージですね。うん、ここで突然ですがクイズタイム。
工業用ミシンには他にも、え、そこを縫うためだけなの？と思うようなミシンがたくさんあります。今からお見せする特殊なミシンがどんな服のどの部分を縫っているのか、皆さんもお考えください。第1問。正解はジーンズの後ろポケットでした。ジーンズ本体の生地にポケット状の生地を乗せ、かたどるように縫っていたんです。第2問。こちらは自動でケンボロという部分を縫うミシンです。この形に注目してください。正解はシャツの袖のここでした。まず剣の部分の生地を折り込み、袖と縫い合わせれば完成。奥深いミシンの世界にどっぷりハマっている谷さんですが、じゃあもう本当に谷社長はミシン一筋っていう感じなんですか？僕は実はミシンやってなくて、全国におられるフリーランスの縫製職人さんたちをネットワークでつないでて、はい、で在宅で服作りをするのをサポートする会社なんですよ。ブランドやメーカーから受注があり、生地を裁断、そしてその生地を全国にいる職人さんの自宅へ送り縫製してもらい、仕上げは再び谷さんの会社で行うという仕組み。その流れを取りまとめるのが谷さんの仕事なんです。全国どのあたりぐらいまでいるんですか？北が今宮城県から、南が鹿児島の方まで全国約250拠点があって、姉ももともとフリーランスの職人で、で職人さんってこう仕事の時期がすごい波があるんですね。やっぱりこうコレクションの発表の時期だとか、なのでフリーランスで仕事してるとなかなかこう生活が安定しない。例えばご結婚とかご出産とかで働けなくなる職人さんが非常に多い国内で、なのでその職人さんたちの技術を活用して家にいてても服作りができる環境を作ると、日本の服作りがもっとこう盛り上がっていくんじゃないかと思って、この仕組みを利用してコロナ禍で不足していた医療用のガウンを大量に製造。高い技術を持った全国の職人の手を借り、医療現場の危機を救いました。ところでなぜ谷さんはミシンに乗らなかったのか？うちはね、母も縫製の会社をすぐ近くでやっていて、母から一回後継ぐなみたいなことを言われて。あ、そうなんですか？そうです。やっぱりこう服作りが社用産業でどんどん工場の数減ってたんで、洋服が海外で大量生産され、技術を持った日本の職人の活躍する場がなくなっていく。その現状は幼少の頃から母親のミシンの音を聞いて育った谷さんにとって寂しいものでした。でも職人さんたちの凄さは知ってたんで、魔法の手を持ってるってずっと言うんですけど、魔法の手、はい、さっきまで布やったものが数時間で服に変わってて、それが数万円で売られる、この魔法の手をなんとか価値のあるものに変えれへんかっていうのを事業を通して実現させてるっていうところですね。そんな魔法の手を持つ職人が同じ奈良の北葛城郡にもいらっしゃるそうで、ご自宅にお邪魔しました。毎日放送の中野光大と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。福田博子さん80歳、一流ブランドやモデルが集うヨーロッパ方面のあのファッションショーでも活躍するすごい方なんです。早速福田さんの作業場を見せてもらいました。もうここからミシンが、本当だ、そう、あ、なんかさっき見たような、そう、これも特殊ミシンですね。さらに奥へ進むと、この辺はもうさっきまで落ち着くリビングだったのに、ここがわお、もうミシンの何ですか、こう、こ
ここには何種類のミシンがあるんですか？ここでね、12あるんです。12？ 民家に12はもう工場ですよ、それは。職人さんの家ってどこもこういう形なんですか？いや、あるんですよ、こういうのが。結構。あ、こんな近くにこんな子があったんですかとかね、感激されるのがね、あの不思議なように思いましたね。もう国の宝物ですよね。これは本当に、本当にそう思う。中でも谷さんが大好きなのがこちらの寒縫いミシン。これめっちゃ珍しいんですよ。え、そうなんですか？寒縫いって言って直線で縫うんですけど、縫いながら輪っかを作っていくんですね。だから縫った後は伸びるんですよ。 T シャツとかを縫うときにこう使うミシンなんですけど、なかなかなくて。さらにラッパがついているので、子供服や T シャツの襟のように他の生地で包むように縫うことができます。足を包んでいくの、くるんでいくの。あ、本当だ。丸いとこ。丸いとこ。首周りの部分、うん、こういうところがすごいですね。ミシンは直線にしか送ってないんで。あ、本当だ。難しい曲線の部分も職人の手にかかればこんなに綺麗に縫うことができるんです。ミシンはもちろん好きなんですけど、その、まあ、今の福田さんもそうですけど、すっごい楽しそうにミシン乗らはるんですよ、昔からね。だからそういう人たちがいるのはすごく楽しいですし、やっぱ人が好きみたいなとこが一番強いかもしれないですね。うん、谷さんが支えているのはミシンに乗る職人さんだけではありません。優れたデザインの才能を持っていても肝心の服が作れない。去年からそんな若者を谷さんの会社の生産体制を活用して完全バックアップするプロジェクトを開始しました。神戸コレクションではファッションプロデューサー発掘オーディションを企画。谷さんの会社も合格者を生産販売面からサポート。その洋服が秋のランウェイで登場します。ミシン愛っていうのがいろんなところでこう影響していくというか、つながってますよね。そうですね、やっぱりミシンが好きなんですよ。でミシン好きなんですけど、うん、このミシン守るためにミシンに乗り続けちゃダメだなってことに気づいた。好きすぎてミシンから降りるという決断を僕たちはした。あ、うちの関係会社で子どもたちにミシンを教える教室を全国で今10教室展開していたりだとか、ミシン乗ってる人たちをサポートしてこう次世代につないでいこう。好きすぎるとそういう風に結果至るんですね。